はい、それでは始めていきたいと思います。現在時刻はですね、2019年11月4日20時25分になります。本日のですね、ユーロドルの、値動きの分析と、昨日宣言したですね、トレードというのがどこまでできたのかという、結果報告になります。まずですね、結果報告から参りたいと思います。昨日ですね、私は11月4日は17時から19時にユーロ圏の経済指標というのがいくつかあり、いずれも、ユーロ安側に向かう指標だというふうに見ていたので、そこのところでですね、押し目売りを、狙っていきますというようなことを言いました。ちょっと結論から言いますと、こちらはちょっとうまくいきませんでした。ちょっとその理由はですね、拡大をしまして、ここ、17時台ですね、17時から、18時の間、17時台のローソク足の動きの、このとこですね、だいぶ下のところ17時8分の段階で、ユーロドルは大きく下落しました。ちょっとこの際私電車に乗ってて、スマートフォンでチャートを見ながら、エントリーをしていたんですけれども、スマートフォンで見るとトレンドラインなどが全く見えなかったので、おそらくこの辺りだろうという直感で、この後下る傾向になると続くだろうと踏んでエントリーしたんですが、ちょっとそれが失敗でした。感情にですね揺らされた、トレードでした。あまり良くなかったですね。そのため、戻り売りとするにはちょっと遅かった、トレードになります。その前のところのですね、4時台の終わり頃のところで入っていれば良かったんですが、ちょっとこの時はね、チャートを見ていませんでした。5時からというところでね、入ったために、ちょっとうまく入ることができませんでした。ここの教訓からはですね、こう線を越えてロウソクが、上ヒゲが4時台でできたのを確認してから入るというのが割と理想的な形だったんじゃないかなと思います。でですね、これから、このことを活かしていくには、5時半に経済指標、あと5時50分とかにあるんだったら、その、1個前、5時台だったら4時台ですね。4時台のところ、少なくとも4時からチャートを見ているべきだったのかなと思います。今回のところはですね、そういうのをすればよかったなという反省になります。反省はこのあたりにしまして、この後どういうふうに、値動き、プライスアクションしていくのかなという、ところをお話ししていきたいと思います。まずは経済指標のところを見ていきます。残り、私はあとはもう深夜のところのは、どうなるのか。製造業新規受注とラガルド欧州中央銀行総裁の発言が、今晩でそれぞれのありますので、おそらく、ユーロ、最初の24時の方では、ドル安、つまりユーロドルは上昇する方向に行くはずです。行くと考えられます。そして次にですね、ラガルド総裁なんですけれども、こちらは、前のドラギ総裁同様にですね、マイナス金利、その金利の政策を引き継ぐというような発言をしておりますので、この後、金利を下げることがということは初っ端からしないとは思いますが、ユーロ安をやや容認する側だと思いますので、それで、このトレンドラインをやや下回る方に進まなそうですかね、ユーロ安側に多少触れるのかなと思います。なので差し引きとしてはやっぱりこのトレンドのレンジの中で収まる、ちょっと下にヒゲができるぐらいなのかなと思います。
では、こんな感じで、残りの動きですね。まあ、多分パッとしない、動きを続けるのかなと思います。正直どちらに行くのかというのもわからない、相場かなと思います。では、本日のですね、内容はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。